アントニオ・デラトーレは、スペイン・マラガ出身の俳優、ジャーナリスト。五夜賞の主演男優賞と助演男優賞を一度ずつ受賞している。1968年に、アンダルシア地方のマラガ県マラガに生まれた。マドリード・コンプルテンセ大学では、ジャーナリズムの学位を取得した。カナールスールラジオでは、週末のスポーツニュースを担当し、カナールスールテレビでも働いた。 ジャーナリストとして働く傍らで、定期的にマドリードに赴いていくつかの演劇講座で学び、さらにクリスティーナ・ロタの演劇演技学校で学んだ。1994年のエミリオ・マルティン・ラサロ、監督作、ロス・ペオーレス・ワニョス・デ・ヌエスト・ラ・ビーガで映画デビュー。テレビでは、ミニシリーズ、パード・レ・カラヘ、エル・ローレン、ゲノ・ポル・フェイバーなどに出演して活躍している。 長編映画の他に頻繁に短編映画にも出演しており、その発端は2003年にダニエル・サンチェス・アレバロ監督のプロフィーラキシーに出演したことだった。2006年にはサンチェス・アレバロ監督の長編、漆黒のような深谷をに出演し、小夜賞を初受賞した。アレックス・デライ・グレシア監督作品の常連でもあり、1999年のドツカレて、アンダルシア、 2000年のみんなの幸せでは助演を務めているし、2010年の吉街ピエロの決闘では五夜賞の主演団優勝にノミネートされた。2006年にはペドロ・アルモドバル監督のボルベール・奇境に出演し、娘に包丁で刺される父親を演じた。2008年にはスペイン国立演劇センターのラターベルナ・ファンタスティカで舞台デビューした。 2009年には再び、サンチェス・アレバロ監督作、デブたちに出演し、役作りで3 3ラムも体重を増やした。この作品で再び、ゴヤ賞にノミネートされた。その後、ライスラインテリア、ロペデベガの電気映画で再び、サンチェス・アレバロと共同したロープなどが知られている。2012年のゴヤ賞では、ユニット7ユニット7、 麻薬取締第7班の演技で、主演団優勝に、インベーダーミッションの演技で、助演団優勝に、ノミネートされたが、どちらも受賞を逃した。2013年の五夜賞では、カニバルの演技で、主演団優勝に、ラグランファミリア・エスパニョーラの演技で、助演団優勝に、2年連続で2部門に、ノミネートされたが、やはり受賞を逃している。2014年には、 アルベルト・ロドリゲス監督作マーシュランドで五夜賞女演男優賞にノミネートされた。ラウール・アリバロの初監督作品である2016年の静かなる復讐でも五夜賞主演男優賞にノミネートされた。2018年にはロドリゴ・ソロゴイエン監督のエル・レーノで五夜賞主演男優賞を受賞した。出展はインターネットムービーデータベース。ありがとうございます。